溶け合ってる。今にも私は私でなくなりそう、なくなりそう。すいません、たらこおにぎり1つください。はい、はい、1個なんですけど。サービスサービス、ありがとうございます。My name is MC Sami. My name 東突き進む。始めようか、簡単な自己紹介。恥ずかしくない明かされる俺の正体。生まれも育ちも生粋の新潟、血液型は疎まれる B 型、平成生まれの21歳。親父たちビビでこの新世代、工業団地で産声上げて小学校通った。煙突見上げて家族は4人の中流家庭。どこにでもある郊外風景。ファザー建設現場作業員、マザースーパーの臨時職員、シスター美容師勉強中。 Oh me? I am ラッパーだ。 I'm gonna escape from 新潟。鉛色の空たまり込む俺ら。I gonna escape from 新潟。雪止まりの日本海、とどまれは一生後悔。Hey yo, サミー聞いちまったぜ。お前新潟出てくんだって。俺たち友達捨てんのか。中学時代からの親友だろ。 OMC in the red line。 金曜夜ならナンバーワン。地元じゃ俺たち輝いてる。その毎日の繰り返し、俺からすればほとんど絵師。どの道この街出たものが勝ち。俺ラップを本場で磨きたいのさ。お前たちのことは忘れねえよ。でもここにはずっとはいられねえんだ。絶対なれるさ、ミスタービッグ。そしたらお前ら呼びに行くぜ。大金詰まった俺のバッグ、生かしたピンクのキャデラック。なあ待ってろよ、なあ待ってろよ。止めようとも
山の下市場って変わりましたか？激変ですね。激変。うん。非常にそのまあご多分に漏れずテンポが入ってきてるというところでありましてね、あそこも閉め、ここも閉め、まああのだいたいその結局さっきも言いましたように戦後の出発なもんですから、そのねあの第一世代の方がだいたい引退という潮目だから、それで後継ぎがないところはもうそれでおしまいと。だからこの農家のおばさんたちが、おばちゃんたちが来なくなった段階でこの市場がどうなるのかなっていうのがちょっと一つ心配はしてるんですけどね。この場所だけでも、はい、もう30年ぐらいになります。え、30年ここでずっと、うん、2、3年、もう2、3年でこの同じ場所でね、なんかもう、うちと同じ、この場所がうちと同じ結局昼寝するうちよくようになりますね、はい。またガンを飛ばすな。アツシはまだなの？兄ちゃんはまだ仕事かな。まあ先始めようよ。そう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 、ヨウちゃん、実はさ、この前ジャスコに行ったらさ、サミーにそっくりなやつがいてさ、フードコートでうどん食ってて、じっと見つめてたら向こうもこっちに気づいて、うどんそのままにして逃げ去るように去ってったんだよ。またかよ、前もそんなこと言ってたよな。戻ってきてほしいのはわかるけどよ、幻覚見るなんて重傷だぜ。サミーはアメリカでよろしくやってんだぜ。この世には3人自分と同じ生き写しがいるんだ、そいつに違いないよ。確かにスーツ姿だったし、アフロじゃなかったし、遠くだったっけ確信は持てないけど、細かい動きがサミーにそっくりだったんだよな。そんなわけないか。でもサミー今何やってるんだろうな。このうちね、連絡らしい連絡もないしよ、 YouTube でもサミーのライブ動画全然アップされてないしさ。本場のヒップホップの世界は忙しいんだよ。俺らみたいにこんな時間から酒飲んでる人間には分からないさ。いいか、ユキコのやってる解体工事だっていきなり家を鉄球でぶち壊すわけじゃないだろ。図面とかで建物の構造や素材を確認して、隣近所に挨拶回りして、一番迷惑をかけない日程を決めたりしてやってるわけだ。根幹は一緒なんだよ。サミーもきっといろんなパーティーに出て、レコード会社や業界人と仲良くなってコネ作りしたり、小さなクラブに出て顔を広めたり、地道な活動をして今の成功に至るわけだからさ。そりゃ俺たちに連絡取る時間もなくなるんだよ。兄ちゃんだ。もしもし兄ちゃん、もうヨウちゃんと始めてるよ。仕事まだなの？サミ、あいつやっぱユキコ言うように戻ってきたんだよ。え？サミ、サミ、サミ、たってのサミ見たんだよ。あいつついさっきスーパーから出てるの見かけて、今行けば終えるはず。あれだよ、あれ。サミ、よう、よう、戻ってきてたのかよ。いつ来たんだよ。ごめんな、3ヶ月前に戻ってきて
仕事とかいろいろバタバタしてて連絡できずにごめん。なんだ水臭いな。ようやくレッドラインが復活したわけだ。じゃあいつもの感じで始めようぜ。なんだよそれ。俺たちこんなに心配してんのに。すまん。おさむ、またここで歌えばいいじゃないか。またライブやろうぜ。最近お前がいないのはいいことに変なラッパーいっぱい出てきてよ。まがいものやろうども蹴散らそうぜ。いや悪いがもう俺は昔の俺じゃないんだ。夢ばっかり見てらんないんだよな。それにもう十分向こうでやりたいことやれたし。だから音楽は卒業した。どの道この街で歌っても意味はないし。何様だと思ってんだよ。自分だけ特別だと思ったら大きな間違いだぞ。エリカがどんな気持ちだったか知ってんのか。ねえ兄ちゃん、この人はサミーじゃないよ。人違いだよ。突然すみませんでした。人違いでした。私たちが探しているのはいつでも世界をラップできる男です。残念ながらあなたではないようです。お急ぎのところ失礼しました。中流家庭、デストロイ、デストロイ。上流家庭、上流家庭、中流家庭、中流家庭、デストロイ、デストロイ。あ、上流家庭、おさむくんだよね。麻酔さんとこと。あそこの店の親父だよ。ほら、よく一人でお使い来てだろ。その頃から知ってるっけ。そこの魚食って、嫁さん育ったっけね。よし、ちょっち、俺の歌聞いてくんないかな。若い人の感性にどう響くか知りたいんだよね。今度祭りで演奏しなきゃいけないからさ、食ったくないけん頼むよ。はい。じゃあ聞いてくれや、俺のオリジナルソング。ワン、ツー、スリー、フォー。いくつものトンネル越えてたどり着いた町、いくつもの荒波を越えてたどり着いた町、昔ながらの優しさが今も残る町、君に会いたい山の下の町で、君と暮らしたい山の下の町で、君と喋りたい
山の下の街で君に触れたい山の下の街で。だからこんな街が嫌だった、こんな歌で許されてしまう街が嫌だった。地元を好きであれば全て許されると考える傲慢さ、つまらない大人たち。おさむくん何か言った？え、なんでですか？この辺のもんはみんな若い時から知ってるっけ。もう誰考えてるの大体わかるんだ。これより山の下夏祭りの臨時練習を始めます。お仕事中の皆様も、おさむくんこれから祭りの臨時練習があるんだけど一緒にどうだ。商店街の大通りに至急お集まりください。今仕事中です。これより山の下夏祭りの臨時練習を始めます。お仕事中の皆様も、学校帰りの高校生の皆様も、商店街の大通りに至急お集まりください。ください、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 ください。おじいさん、ちょっと。
共同体知らない状態超ヤバい崩壊寸前資本主義の回転共同愛共同体兄弟愛兄弟な愛 I love 新潟これが俺のやり方 I love 新潟それが俺の生き方 I love 新潟 I am 新潟 I love 新潟愛しき君の撫で方 I love 新潟うわっつらで都合のいいことばっかり言って心に響かねえな最近でも目指しているんじゃないの。おさむちゃんの歌聞かせてちょうだい。よ俺よ俺自分見失ってたよ俺街をさまよってたどこかに答えがあるかと思った本当の自分に出会えると思った新しい名前欲しかったでも気づいたら声失ってた小さなプライドは大崩壊でも生まれたてのようで爽快許せ未熟な俺の段階薄明かり照らす日本海
誰でもあるはずこの後悔、でも怖くはないぜ目を挽回、忘れはしないぜこの痛い再会、運命共同体 We are the red line。私たちに